こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。先行争い何が行くでしょうか。シルバープリテンダー前に行きそうです。リトルアルデル、それに続いています。さらにはシックススピン、11番ダホス、その後ろリディナ、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはシックススピン、その外からシルバープリテンダー、白の帽子セミパンドラ、その後ろすぐ隣にグロリーサマー、その横にフリートシャルマン、プレミアムベッド、この馬もこのグループ、マーベラスサンデー、後ろからになりました。並んで12番メイプルアクトレス、青の帽子オーリエット、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はビトルアルデル、ここで先頭が入れ替わりました。グロリーサマー、ビトルアルデル2番手に控えました。プレミアムベッド3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。グロリーサマー先頭、差はほとんどない。2番手はプレミアムベッド、追いすがります。あと 200m、 先頭はマーベラスサンデー、残り 100m、 マーベラスサンデー先頭、ダホス追いすがります。マーベラスサンデーもう一伸び、マーベラスサンデー、マーベラスサンデー1着、2着にはどうやらダホス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。マーベラスサンデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはサンセットエーデン、ラングフール、この馬も好スタートを切りました。タレンティドビューリー前に行きそうです。ライトザヒューズ、それに続いています。さらにはアッティカス、12番サンセットエーデン、その後ろメッキー、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはアッティカス、青の帽子タレンティドビューリー、その後ろ、その外からライトザヒューズ、内からはアースガリバー、緑の帽子インターライツ、その後ろ、すぐ隣にラングフール、その後ろからはハートオブエクセレント。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでアースガリバー先頭に変わりました。2番手は MI ブラン、これは絶好の手応え。アッティカス3番手、 MI ブラン E1、 果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はライトザヒューズ、残り 100m、 ライトザヒューズ先頭、エルムハースト、ライトザヒューズ追いすがります。エルムハーストゴールイン、エルムハースト1着、2着にはどうやらライトザヒューズ、勝ったのはエルムハースト、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってブルーファミリー、アドマイヤ菩薩先頭、残り 200m、 アドマイヤ菩薩先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。河内シュール追いすがります。アドマイヤ菩薩、アドマイヤ菩薩1着、2着にはどうやら河内シュール、勝ったのはアドマイヤ菩薩。ブルーファミリー完敗です。着外に沈みました。
先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠のメジロメゴレー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはロイヤルタッチ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してロイヤルタッチ、花に立ちます。その後ろからはメジロヘラクレス、この馬も上がっていく構えです。さらにはアイキフォーチュン、16番、つくばシンフォニー、その後ろダンスインザダーク、どうやら後方からの競馬。では前の方からメジロヘラクレス先手を取りました。その外からロイヤルタッチ、好位置をキープしています。フサイチコンコルド並んで14番、ビッグバイアモン、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のフサイチコンコルド現在先団です。ダンスインザダーク、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはメジロヘラクレス、メジロメドレーすぐ後ろ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。メジロヘラクレス先手を取りました。前はメジロヘラクレス、メジロメドレーほとんど差がありません。3番手にフサイチコンコルド、絶好の手応え。フサイチコンコルドぐんぐんと差を詰めてくる。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はフサイチコンコルド、メジロヘラクレス、その後ろ4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はフサイチコンコルド、残り 200m、 一気に後続がやってきた。フサイチコンコルド先頭です。このまま押し切るか。2番手はダンスインザダーク、フサイチコンコルド1着、フサイチコンコルド完勝。フサイチコンコルド1着、2着はダンスインザダーク、フサイチコンコルド完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。